今回はこの宇宙シリーズのはやぶさ2のプラ版を作っていきたいと思います。今回のこのプラ版ははやぶさだとか小惑星とかそういう絵がもうしっかり下書きされているので、あとは色を塗るだけです。絵がめちゃくちゃ苦手な私でも、色を塗るだけならうまくできると信じたいと思います。では早速こちらのプラ板に色を塗っていきましょう。この絵の線が描かれてない裏面を塗るようにしてください。多分触ったら線画が描いている方だと触ったらちょっとザラザラっていうのか、その線の部分がその反対のツルツルしてる方を塗るようにしてください。普段は割と大雑把な性格ですけど、こういうのは意外とちゃんと細かいところまでやりますからね。あ、右手、あ、違うな、左手黄色塗っちゃった。いや、右手も黄色塗っとこ。逆に手黄色にして足青で塗ったから靴履いてるみたいな感じになってよかったよかった。この木、あー、黒い線が隠れてしまった。一回ここはこういうデザインってことにしとこうなんか雑になったな。じゃあこのメガネみたいなこの上の丸いやつ何なんでしょうね。裏面だから汚くなったんですけど、表面はこんな風に綺麗に塗れてるような雰囲気はあります。じゃあ早速、できたプラ板の周りをハサミでこの点々点線に沿って切っていきましょう。プラ板が切り終わったので、今度は穴を開けていきたいと思います。ちょっと真ん中からずれましたが、とりあえずオーブントースターで焼く前にアルミホイルを用意します。これをシワシワにします。乗せて色を塗った方を上にして乗せてください。じゃあ焼いていきたいと思います。よし、温めるとだんだん縮んでくるそうなんですよ。で、もうこれ以上縮まらなくなったらプラ板を取り出すそうです。なので、まあとりあえず最初は5分ぐらいでいいのかな。5分で、あ、こっちだ5分でセットしていきます。見えますか？え、なんかめっちゃぐにゃぐにゃになってるけど大丈夫なのかな。これめっちゃ怖いんですけど。大丈夫。なんか想像以上の速さでぐにゃぐにゃになりました。なんか、怖いです。めちゃくちゃ怖いです。あ、もう縮まらなくなりましたね秒でちっちゃくなったので、ちょっと取り出してみたいと思います。アルミホイルのほぼ全部覆ってたのに、あ、ちっちゃ。で、こういう風に取り出しました。で、あったかいうちに重しを乗せて平らにしてください。いきます。平らになってくれるかな。
あれ全然平らにならない。重しは乗せたんですけどぐにゃぐにゃになりましたね。希望を託してもう一回焼いてみたら地球がとんでもない形になりました。もう丸じゃなくて何なんだろうこれは。二度焼きはよろしくないですね。はやつーくんとはやぶさ2ですね。これは透明の何も書かれてないプラ板のシート1枚入ってたので、ちょっとおまけなのかな、これはおまけということで、こちらのミッキーの画像とあと、まあ、ピカチュウのプラ板を作ってみたいと思います。のでちょっとこちらを写していきたいと思います。はい、じゃあピカチュウとミッキーが写し終わりました。見えますかね、こんな感じです。写したのでめちゃくちゃうまいこといきました当たり前ですけど。じゃあ早速これに色を塗っていきたいと思います。はい、じゃあ色塗りが終わりました。じゃあ早速こちらを今度こそうまくいくように焼いていきたいと思います。オーブントースターを予熱した方がいいって書いてあったのでちょっとだけ温めたいと思います。温まったので最初にピカチュウの方を焼いていきたいと思います。今回はうまくいってくれ。かわいそうなピカチュウ、かわいそうにどんどんちっちゃくなって、あ、今回は結構うまくまっすぐになってる。やっぱアルミホイルあんまりぐちゃぐちゃにしすぎてもダメですね。よし、じゃあ取り出します。ちょこれ本当に行こう、行きます。どうでしょうか。なった。でもなんでこんなピカチュウの周り汚いんだろう。では残りはラストのミッキーを焼いていきたいと思います。頑張れミッキー、頑張ってくれ。よし、入れました。あー、バイバイミッキー、ちっちゃくなったな。平らになりましたね。よかった。いきます。押しつぶします。どうでしょうか。お？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 あ、多分うまくいきました。ミッキー。行ったのかな、まあいいや。はい、ミッキーとピカチュウがうちか完成しました。皆さんもぜひ好きなものを描いてプラ板作ってキーホルダーにしてみてください。では以上プラ板編でした。バイ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 。